この神社は八幡神社、天満神社、瀬瀬神社を総称して五郎丸神社と言います。創建の年代、由来は不詳ですが、八幡大菩薩、天神は江戸時代前期にはすでに五郎丸村の氏神とされていました。明治6年に八幡神社は孫社に列格、明治43年に天満神社、瀬瀬神社を合祀しました。御祭神は武神、応神天皇、学問の神、菅原道真、相撲の神、菅原惟吉です。御利益は国家鎮護、産業振興、将運将来、厄難の刑、子孫繁栄、官流賞、受験合格、学業成就などです。